アーロン・ジャッジ、25号ホームラン。すごすぎる。打率 0.309 OPS 1.149。マジで怪我さえなきゃ打撃は別格だな。60本ぐらい行くんか？さすが大谷のライバルや。本物のフィジカルギフテッドやね。大谷が勝てる要素が皆無なのがヤバい。打撃に関しては歴代でもトップ10に入る。でも大谷には打球速度があるから。大谷の一強じゃなく大谷に挑戦するライバルが存在するのめっちゃ良いことやと思うわ。なんかやってるんじゃないか。大谷は6月になったら無双するから、今のうちに調子に乗ってろ。開幕絶不調だったのにな。ブーストの仕方が異常や。随分絶好調の期間が長いな。さすがにこのままいかないとは思うが、どうなるかな。ここに来て史上最高の打者疑惑が出てきた。さすがに打撃だけなら大谷はかなわん。ここに来てじゃないだろ。60本打ってからずっと候補におる。年間60本超えた時点でレジェンドなんだよな。記録剥奪されたバリボンもこれくらいのペースで打ってたからな。ほんま警戒されてるのに打つのはすごいわ。大谷は怪我でリハビリ中でこの成績なんだけど、満点の状態ならジャッジより上。毎年このくらい打つならわかるんやけど、4年に一度くらいこのくらい打つよな。